よろしく。おはようございます。はい、よろしく。こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介をしようかな。はい。やりみず中学校の平林ゆうまです。よろしく。ゆうま。やりみず中学校の小坂りくです。りくね。オッケー。よろしくね。家庭な緊張してる？今そうだよな。緊張するよな。やりみず中か。サッカー好きなんです。二人とも。あ、そうなんだ。サッカー部？はい。あ、サッカー部なんです。二人とも。クラブチーム。あ、クラブどこ行ってんの？クロリアっていう。あ、わかるわかるわかる。試合したことあるわ、何回か。うん。ポジションは？ディフェンス。ディフェンダーか。今？サイドバックで。あ、サイドディフェンダー多いね。裏方大事だからね。料理の世界でも、レストランでも大事だから。これは何なんですか？これは職場体験ですね。八王子のカルキュラムにあるんですよ。はい、職場体験っていうのが。僕もね、八王子出身ってことも結構、八王子に貢献したいなっていうのもありますし、今回ここをタピオカ店からイタリアンに、ベラノっていうの2号店に変えたんですよ。そうですね、はいはい、タピオカ店ですよ。はい。やめちゃったんですか？それをベラノって大久保出したじゃないですか、はい、で地元の人たちも結構来たいみたいになって、はい、でタピオカもブームが去りだからタイミングもいいかなと思って。あ、はい、営業転換したみたいな感じ。そうですね。やテスト段階でまだ内装も8割ぐらいしか完成しなくて、あそこら辺配線とかも出てるんで。でもとりあえずこの職業体験を受け入れたくて、ちょっと急ピッチでやってもらって、はい、これ強盗に入られかけたっていう。え、本当なんですか？はい、先々週ぐらいですかね、はい、で警報鳴って、はい、逃げて行ったという。どうなりました、その人？はい、捕まりました？いや、今被害届出しててもう捕まるんじゃないですか。シャッターを工事中でちょっと開けてたんですよ。その業者がいない瞬間にこう来たらしいですね。銃弾で撃たれたみたいな。はい、侵入しようとして何取ろうとしたんですかね。でもこんな入られそうなんて、この一番やられそうなこのねこいつは無事っていう。治安の悪い八王子でこのままのフォルムを保ってるってことは、俺相当地元から愛されてますよ。銅像を作りたかったんで、てか建てて欲しかったんですけどね、本当は。誰も建ててくんねえから自分で建てたんで。まあ今日はその身内の、まあ、知り合いだったりとかにまあ実際食べてもらって、こっちの味とかこっちの雰囲気を味わってほしかったのもあったんで、うちの社員だったりとかを呼んでここに実際来てもらって、で彼らに接客してもらうっていう感じで、まあ本当に本番のお客様だと、まあ、ちょっと負荷が高すぎるんで、あとまあ失礼に当たってしまうこともあるかもしれないんで、まあ、一応身内でしっかりこうプレオープンっていう形を取ります。シミュレーションみたいな。シミュレーションですね。テーブルにこれをもう先にセットして置いとくのね。お水2個持ってると最初に持っていくと、お昼バタバタしてると大変なので、これ、まあ、4、5枚このぐらいと、あとおしぼり多分4人ぐらい来るかもしれないから4枚を入れて、もう先にテーブルに置いておきます。でこれ入れる前に、まあ、こういうシミとか、まあ、これとかちょっとシミあるよね、こういうのとか一回外して、拭き跡がないものをしっかり選んで入れるように。ご飯食べ行った時とか見ない、こういうとこあんま見ない。見る？でも気になる。まあ気になるよね。気になる人もいるし、まあ、気にならない人もいるんだけど、大体の人気にならないからいいやって出すわけじゃなくて、まあ、こういうところしっかり、まあ、拭き跡見て、見たりとかして外せるやつは外そう。はい。将来の夢何？サッカー選手。何？僕まだ決めてないけど、なんか経営者とかになりたい。ほうほう、中二で経営者かっけえな。そうなんだ、やっぱ使われる側よりも使う側の方がいい。まあそうだよね。でも結構ね、いろんな職業ね経験するの大事で、俺もなんかコンビニのバイト1週間ぐらいやったけど、そう、使われる側が超嫌だなと思って、そうだからってことはやっぱりこう経営者側が向いてるのかなとかさ、やっぱりやりたくないことやると、その逆側にやりたいことがね待ってる可能性が多いから、まあいろいろやってみるのが大事なんだよ。昨日サラダのさ、野菜ちぎってもらったじゃん、今日の食べ物。それを夏用に盛り付けましょうか。はい、はい、2人は彼女いねえの？彼女いません。いないの？いない、うん、マジか。2
けたことない。つけたことない。ああ、なるほどね。女の子と喋るのは得意？まあ、普通かな。普通かな。まあ、なるほどね。でも中学校の時でみんなそうじゃなかったでしょ。みんなそう。まあでも俺もそうだったな。そうそう。その時に習いたかった、いろいろ。その時にローランドいたらなって感じ。どんなタイプが好きなの？清楚系で。清楚系は大事だ。清楚系はそうだよな。やっぱ添加物のない感じでね、勝負してる感じがいいよな。いらっしゃいませ。何名様ですか？1名で。はい、じゃあアルコール消毒のご協力お願いします。はい。じゃあこちらの席へどうぞ。こっち？こっちですか？はい。ここ座ったりですか？はい、どうぞ。はい、はい、メニューと水をお願いします。いいよ。お待たせしました。はい。セット A がミートボールパスタで、セット B がマルゲリータ風パニーニ、ポテトがついていて、はい、どちらもサラダがついています。サラダついてますね。でドリンクはこの中からどっちおすすめですか？おすすめはミートボールパスタです。ミートボールパスタ、はい、はい、じゃあマルゲリータ風パニーニで。はい。ドリンクはどちらにしますか？そうですね、オレンジジュースを。かしこまりました。じゃあ確認します。セット B のマルゲリータ風パニーニ、はい、&ポテトのサラダ付きと、うん、ドリンクがオレンジジュースで間違いないでしょうか？はい。まず、まあ、入った時にもうちょっと元気な方がいいな、はい、うん、お客様はこうワクワクしてくるわけだから。あそこでシアターオブザドリームスってシアターオブドリームスって見た夢を見せようっていうのが、まあ、要するにテーマで、だからもっと元気な方がいいよね、はい、でプラスデートとかだったらさ、女の子がこう座る時にね、こう椅子を引いてあげて、あのの方がスマートで、1名様だったら、まあ、あの自分でさやらなきゃいけないじゃん、女性でも。ってなったら、ここの椅子の前に来たらまず引いてあげる椅子をね、引いてごらん。で、ここに来て、で、ここに立ったらここにちょっとぶつかるぐらい、そう、で、これで多分座ってくれるから、はい、ってやった方がいいね。わかりました。うん、これはもうデートの時とかやんなきゃいけないから、はい、女の子が自分で椅子引いて座ってるようなカップルだったら、まあそれはまあ長続きしないよな、将来ね。あとは、オレンジジュース、これオーダー取った時に、まあまあ、悪くないんだけど、まあ、食前か食後か聞いた方がいいね。特にまあそのアイスティーとかコーヒーに関しては、食べる前に飲みたくなくて、食べた後にこれを飲みたい人もいるから、ドリンクのオーダー取った時は、こちら食前か食後かどちらにいたしますか。で、まあ、おすすめ聞かれたりとかした時の答え方は、まあ、うん、よかったね、ちゃんと答えてあげて、はい、ちょっとわかんないですとかじゃなくて、ちゃんと言ってあげないとこの店員さん大丈夫かなってなるから、まあそこは OK。 はい。おかえりなさいませ、ご主人様。はい、萌え萌え9人ですね。ご主人様、ご主人様どこに座ろうかな。ご主人様どこに座っていいですか？びっくりした。悪い大人に言わされたか。初日なんで、いつお客さん来ても、はい、自分のように準備しましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、こちらです。何名様ですか？あ、4人です。じゃあ、なんでアルコール消毒の時はお願いします。はい、こちらの席へどうぞ。どうぞ。こちらメニューです。あのセット A がミートボールパスタ、セット B がマルゲリータ風パニーニ&ポテトで、どちらもサラダがついていて、あのドリンクはこの中からお選びいただけます。マルゲリータ風パニーニっていうのですけど、パニーニちょっと食べたことがなくて、どんな感じの？パニーニはあのマルゲリータピザの上に乗ってる具をパンに挟んで焼いたような感じで、外はパンがカリカリしてて、で中はモッツァレラチーズがすごい伸びて美味しいので、ぜひ食べてください。ありがとうございます。
じゃあそれですね。はい。あ、飲み物は食前か食後かどちらにするか。一緒とかもできます。一緒ってできますか。じゃあお願いします。はい、一緒でした。料理の説明よかったよ。完璧でした。もうここまで、ね、聞こえてちゃんと大きな声で。あと、団体4名様来られた時の椅子の引き方レクチャーしなかったな。いきなりキャパシティ超えてきたな。すごい上手なの。お、そう。おいいね。いい感じ、いい感じ。そう、真ん中だね。そう。オッケー。ミートボール、パスタ。もう一つ今作ってますのでもう少々お待ちください。ロゴはちゃんと忘れました。はい、OK。 ここに行くと、うん、そうだね。いらっしゃいませ。何名さん。はい、2人です。アルコールの手を抜いてください。はい、お決まりになりました。ああいうイレギュラーと対応があるかなって、そう、マルゲリータ級パニーのセットを1つ受けたりで、ドリンクはアイスコーヒーを2つ目標10分です。はい、お願いします。おっと、アイスコーヒーか。一回じゃあ謝ろう、謝ろう、ちゃんと。申し訳ございません。そうね、謝ってて一回店長呼んで。自分の道じゃなくてもすいませんでしたってしっかり謝って。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。金崎東京さんのところ行こうか。忙しいよ。いいよ。じゃあ俺出してあげるから。じゃあまずウロちゃん持ってこう。わかりやすく。そのせいでメニューを下げよう。はい。ウロちゃんの。そしたら、頑張っちゃおいてもらって、そうだね、うん、いいね。でそしたら、ここに最後のが一番よくできてるのか、なんだかんだで、締め、終わりよければ。これで今、8分です。8分、おぉ、じゃあ結構早い。よし、じゃあ2人で持っていこう、元気に。元気で、ポイントがあって。お待たせいたしました。ミートボールスラミティです。パスタです。はい、お楽しみください。ゆっくりどうぞ。OK。 一応これでね、職業体験はおしまいです。まあ、どうでしたか。どうだった。大変でした。大変だった。どうだった。大変で、なんかお客さんを喜ばせるっていうのがなんかやっぱ大事なんだなって思いました。そうだね。まあ、将来何の仕事するかは分からないけどね、飲食業じゃない仕事するかもしれないけど、どんな世界でもやっぱりコミュニケーション能力が一番大事だから、アイスコーヒーを間違えてウーロン茶かな、なんか持ってっちゃってアイスティーか。であそこで謝るときにさ、また新しいもの持っていくわけじゃん。そこでただ持っていくんじゃなくて、ちょっと多めに入れておきましょうね、一言あった方がいいよみたいな話だけど、ああいうのってコミュニケーション能力だと思うのね。数学の点数とか理科の点数とかで測れない能力なんだけど、そういうのがすごい大事で、お金稼ぐのって簡単じゃねえんだなっていうのを少しでもまあ学べたらよかったかなと思います。職場体験、私はもう十何年見てるんですけど、やっぱりちょっと体験するぐらいなので、お客様感覚でやらせていただいてるところが多いんですけど、本当に一従業員として体験できてるところが本当にいい勉強になったなと思いまして、あんなにね、一つ一つの言動ですとか行動にアドバイスいただけるなんて思わなかったので。八王子ってカリキュラムでは多分ありますよね。昔からね、僕もやったんですけど。全部あります。八王子のそのカリキュラムの一環で僕行った時に結構なんか普通に怒られたりとかしたんですよ。でそれめちゃくちゃこの人怖いなと思ったんですけど、そこで社会の厳しさ知れたのと、結構今でもあの経験覚えてたりとかして、だからなんかまあお客さんみたいで、ね、さっきおっしゃったみたいに、はい、こう優しくしてもまあいいかもしれないですけど、なんかせっかくだったらね、勉強になった方がいいなって。せっかく3人も中学生預けてくれて。
あ、中学生じゃないか、ごめん、間違えちゃった。23歳。ごめんなさい、間違えちゃいました。あまり悪いことせず、先生困らせないよね。ああ、たまに銅像磨きに来てもいいからさ。